OK。 3番福田さん。 OK。 4番阿部さん。 OK。 はい、以上の、4名ですね。4名で行いたいと思います。さあ用意はよろしいでしょうか。コースマーシャルの皆様もどうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。スタート5秒前、まもなくタイムアタックスタートです。ドライガスオンザトー、はい、はい、どうぞどうぞさあ4台を少し、ね、数少ない台数となりましたが、さあまずはまず清谷さんを先頭に1社2社3社4社がコース上を駆け抜けております。さあまず清谷さんの車が25秒台、続いてそれぞれ30秒台で通過していますでしょうか。さあまず清谷さんの車がさあ12秒362で2周目を駆け抜けてまいりました。そして金田さんが13秒、そして阿部さんの車で15秒台、そして福田さんの車で19秒。さあ金田さんの車で13秒と続いていますが、さあ唯一フォーミュラーカーでの参戦となったのが福田さんです。さあフェラーリですかね、フェラーリの車種で来たと。ね、さあ清谷さんの車で12秒台。さあそしてフェラーリはスピン詰まってるか、やはりソフトタイヤでは厳しいかというところですが、さあ残る、1分30秒が現在経過したところです。さあ清谷さんの車で12秒台、金田さんで13秒台、阿部さんで15秒台と続いて、現在福田さんは17秒と少し遅れ始めたか。さあ福田さん15秒244で現在3番目。さあフォーミュラー対 GT の対フォーミュラー対 GT、 さあフォーミュラーは少し焦りが出始めたか。さあ残り1分で京谷さんが13秒、ベストアップ上ですと12秒台ですが、さあコース上では2台がマシントラブルでしょうか。さあ間もなく残り40秒、間もなく残り40秒です。12秒台が京谷さん、カーネラさんのベストアップは13秒、さあ福田さんは15秒で現在快走中と行きたかったんですが、現在3番手。さあ残り20秒。さあ間もなく残り15秒でチェッカーが切られます。さあ清谷さんで12秒台、そして13秒台が金田さんとなりました。福田さんがさあ現在15秒台ですが、マシンがちょっと止まっていた。さあ間もなくタイムアタックが終了となります。チェッカー、さあ最後に金田さんが13秒で来ました。これでプラスアルファの1組の予選が終了しました。1組の予選のタイムアタック終了となりました。ドライバーの皆様お疲れ様でした。ああ、本当だね。本田チェックします。コースマーシャルの指示に従いまして、皆様本田チェックをお願いいたします。本田チェックします。6番高野さん、オッケー。1番森田さん、オッケー。3番高取さん、オッケー。10番北見さん、2番泉さん、オッケー。忙しない、準備よろしいですか。はい、それでは準備の、方はよろしいでしょうか。はい、それではコースマーシャルの皆様よろしくお願いいたします。それでは参ります。シグナルに注目してください。ドライバーズオンザトーン。
さあこれは異種、異種格闘技戦となりました。ミニ四駆対ラジコンの対決。さあまず6台が現在コース上を駆け抜けてまいりますが、さあいきなり1台が少しコース上でクラッシュがありましたか。さあまず森田さんの車がトップで通過してまいりまして、さあ重森さんで24秒台、そして森田さんで26秒台とついてピンクの流星号。さあ39秒台が高取さん、そしてさあ最年少ドライバー泉凛くんの車、さあどうでしょうか。まだ泉、あ今出ましたね、50秒台で通過しました。さあコース上を見渡しますと、さあ現在6台が、コース上を改装していますが、さあちょっと流星号が暴れているか、流星号が暴れておりますでしょうか。さあもう森田さんの車で13秒台、そして高野さんの車ですと14秒台とついて、さあ重森さんの車で15秒台とついていきますが、コースを飛び越えてしまいました。1台コース上を飛び越えてしまって、さあどうか、風に煽られた形になりますかね。さあ風が強くなってきましたか。五郎ヶ岳公園です。さあ残り、残りが勝とうかというところ。さあ流星号はストップです。マシンストップがかかりましたが、さあ動けるか。さあ残り1分、さあ12秒台が森田さんの車、そして高野さんで2、流星号逆走してる、13秒台、そして逆走じゃないか。オッケーオッケー。さんの車が14秒台、そして高取さんの車で21秒、泉くんの車で21秒台、そして北見さんは唯一33秒台。さあどうか。さあ残り30秒。さあどうでしょう。森田さんの車で12秒台となりました。13秒台が高野さんとなりまして、さあ泉さんの車で20秒台ですが、さあ残り20秒。さあ心配なのが流星号です。流星号が少し心配なところ。さあ残り10秒。さあ残り5秒。さあいつもツインターボじゃない姿を見せている。さあどうか、残り3秒。さあ今ジェッカーが下れました。森田さんがベストアップ12秒残して1番手、神谷プラスアルファ2番目の予選が現在終了したところです。さあ現在4台が改装している神谷プラスアルファ、神谷プラスアルファの1組です。2回目の予選がスタートしております。さあまずトップを改装しておりますのが、これがめっちゃ天気が怪しい。さあまずは清谷さんが26秒台、そしてパーレーダーさんが29秒台としていて、さあ阿部さん32秒台、さあ福田さんはどうでしょうか。あ、復帰しています。さあまず清谷さんの車が12秒台、そしてパーレーダーさんの車が今通過13秒台。さあ残りが今45秒が経過したところ。さあ福田さんの車が45秒。さあ唯一フォーミュラーカーでの参戦となったのが福田さん。さあフェラーリ改装美を見せてほしいですが、ちょっと危なかった。さあ1分経過しましたが、さあ清谷さんが12秒台、そして15秒台が金田さんと福田さんでしたが、13秒台が金田さん、そして福田さんが15秒台とついて、さあ阿部さんの車が19秒台、少し遅れが出始めましたか。ちょっと阿部さんの車が動かないか、今動き出しました。さあ15秒台、そして福田さんの車で26秒台とついて、阿部さんの車で19秒台でしたが24秒台と少し遅くなっています。さあちょっと福田さんの車がストップしています。これはリタイアでしょうか。これはリタイアです。いや、リタイアしていない。コ
ース上に復帰しています。残りが1分になろうかというところ。さあ13秒台が清谷さんと金田さんですが、ベストラップ上ですと12秒台が清谷さんです。さあ現在3台ですね、3台で行われております。1名が途中リタイアとなりました。さあフェラーリがちょっとサイドバイサイドを突かれた形。さあ15秒台、そして13秒台が、12秒台で清谷さんで、さあ残りが35秒。さあ並んでいる並んでいる、サイドバイサイドを狙っている。さあどうか、徐々に徐々にいい争いをしてきたぞ。さあ福田さんが16秒台とついてきた。さあ30秒、残りが20秒。さあ残りが15秒、清谷さんが15秒、そして金田さんが13秒台。さあ間もなく10秒、ちょっとクラッシュがありましたが、さあ残りが5秒。さあ自力で起き上がってきた。さあどうか、13秒9人1がかかりました。さあ結果が打たれました。清谷さんがベストアップ上で最速12秒33で、そして金田さんが13秒391、遅れて阿部さんが15秒212、そして福田さんが15秒454で、タイムアタック終了ということになりましたが、福田さん、それではこれより予選に、タミチャレプラスアルファの2組目の予選 2回目を行います。いきます。それではトースマッシュの皆様によろしくお願いします。5秒前参ります。シグナル1号ドライバーズオンザトー、さあトース上ですが、現在6台がスタートを切っております。さあまずは現在1周目を発車行こうかという形。さあまず森田さんが入ってきて23秒台。さあ予選2回目となりましたのが、カミチャリプラスアルファの予選2組目です。さあこの対決は VTuber 対ラジコンドライバーという異色の戦いという、そんな競争ということになっています。さあ森田さんが14秒台、そして14秒台が2人目、高野さんとついてましたが、森田さんが12秒台とついていきます。流星号、さあ流星号、流星号が危ない、流星号が中身が出たか中身が出始めたか、ちょっと中身が出て、その中身がコース上を展開していきます。ああ、もう何が何だか分かりません。実況しづらいです。さあ、どうでしょうか。森田さんが13秒台ですが、高野さんが14秒台、そして重森さん14秒台、そして泉純君なんですけれども、23秒台で通過しています。さあ、中身が出てしまった流星号ですが、その中身が現在高騰しています。さあピットに入っているかというところですが、さあ現在中身1台、そしてラジコン5台による戦いが続いておりますが、残りが1分です。とにかく流星号のドライバーが、ドライバーの安否が心配されますが、さあ残りが50秒です。さあ現在森田さんの車が12秒台、そして高野さんが16秒台と高騰していますが、さあ高富さんの車が25秒台とついていますが、さあ流星号はピットで補修を行っています。50台で補修です。さあ流星号復活、さあ残りが30秒、残りが30秒です。さあ流星号残りが20秒です。さあ流星号の走りが心配されていましたが、なんとか完全復活。さあ残りが15秒、残りが10秒です。さあどうでしょうか、残りが5秒。さあ森田さんの車が33秒319。さあチェッカーです、チェッカー、今3分が経過しました。ベストラップ上
ですと森田さんが12秒台と高平志くんトップ、そして高野さんが13秒台そして14秒台と続いて、ゆずみりんくんこれが20秒台そして、高取さんは高取さんが19秒そして、北見さん流星号の走りですが24秒台、57秒です。途中中身が出だしてしまうハプニングもありましたがなんとか流星号完走ということになりました。タイムアタックこれで終了です。